ははいこんにちはえっとね今日またちょっとコメントなんですけどもちょっと最近コメントを分析するっていうのやってて特にそのお笑いのラジオトンネルズとかダウンタウンとかのちょっと分析をしてるんですけどその中ですっごいねやっぱそこら辺の世代の人熱いんですよね。 コメントもねめちゃくちゃレベル高いのいっぱい来ててねどれを取り上げていいのかやら分かんないぐらいいっぱい来てるんでちょっとそれを何個かピックアップしてやってるんですけどもあのね一つまたすごいのがあったんですよあの大お笑い第何世代っていう言い方結構するんですけどあの世代第1第2第3とかよく言うんですけど。 その世代っていうのをこの定義っていうのは実は曖昧で別に正解ないんですねあのー、そう思うっていうだけで別にこれ誰が決めたわけでもなくそういうふうに言われ始めているでよく言うのが第三世代っていうのがまあお笑いが一番熱かったすごいレベル高かったうっちゃんなんちゃんあやトンネルずダウンタウンちゃんなんちゃんかっていう世代があったんですよまあ まあ、トンネルズ世代とも言ったりもするんですけどまあ、だからそこら辺は定義があいまいでまあ答えないんですよねうん大体まあそうですねだから第3世代がそこで大体ねこの世代第何世代って言,言われ始めたのってあの第3世代からだですと思うんですよね第3世代がすごかったからそういう言われ方をし始めたんですよね。まあ当然ね 1>, 1, 1の時にまだ1しかないのに第一世代なんて言わないじゃないですか。なんか世代ができてきて初めてそういう言葉が生まれてくるんで、あのー、明らかにこれ言われたのはねトンネルズダウンタウンぬっちゃんなんちゃんの第三世代から言われ始めたんですよね。第何世代っていう言い方が。うん、でまあやっぱりなんでかって言ったらその世代が飛び抜けてすごかったからなんですよね。これはね、あのー、第三世代が前世紀の時に あのビートたけしさんとかねそういった上の世代の方々もその世代のすごい勢いっていうのは認めているようなこと言ってるんですよ認めてないわけないだろうみたいなことを確かしさんが雑誌かなんかで言ってるんですよねなんでこの「笑い第何々世代」っていう言い方はまずその第三世代から生まれているっていうこととあと明確な定義はないとあえて言うならば第三世代はトンネルズダウンタウンうっちゃんなんちゃん そそしてそれはトンネル世代とも言ったりするっていうような感じですよねうんそこをまああの起点として他の世代が決まっていくとだから第一第二って誰って言われた時にまあ答えないんですよ基本的にはうん誰が決めたわけでもないですしねはいただしまあこのコメントの詳しい方がその 個人私は思うんですけどっていうのでこうコメントくれたんですよ。ね、で確かにこれ見ると大体こうだと思いますこんな感じだと私も思いますね言われてみたらうん第一世代がコント55号でとドリフターズ横山康、西川清えー、桂文史神岡龍太郎うん確かにそうですねすごいすごいまとめてますねこれうん。 定義はないんですよもうこれ定義にしていいんじゃないかってぐらいまとまってますよこれで第2世代が漫才ブームなんでここの世代もね漫才の最初の大ブームですごかったんですよねなんといってもやっぱたけしさんとしんすけさんがいるっていうとこですよねあとさんまさんとかねここの世代もすごいですよね今でも残ってるえー、さんまさんとかたけしさん今でもねいらっしゃいます残ってるすごい世代ですよねうん この辺の世代が第2世代とねそういう感じですね B&B オール阪神巨人ねオール阪神巨人さんはねあの新助さんとさんまさんと同期なんですよここ3組同期でただあのオール阪神巨人さんは同期なんですけど4つ年齢が上なんですねうんまああの新助さんも阪神巨人って言って呼んでるんですけどそれは同期だからなんですよねうんここはすごくあの さんまさんすけさんオール阪神巨人。こうすごいですよねこの3組、あのーでねまあ、いろんな説があってこの3組がね、あのー、最初に NSC 規制の漫才を見に行った時にいたのがダウンタウンだったっていう話があるんですよね。でダウンタウンの漫才を見てそしてこの3組があの名前を合わせることなく1組だけ。 圧倒的なやつがいたねっていう話になったっていうのが有名ですよね。それがダウンタウンだったっていうのが。はい、っていうのが、まああのー、第2世代。うん、で2.5世代って書かれてるのもいます。あ二2.5世代がトンネルズでお笑いスタタンの時代なんですよね。ブッチャーブラザーズすごい詳しいですよね。すごいな竹中直人シティボーイズ。うん シティーボーイズね、あの渡辺さんとかいうとこですよね。山田邦子。うん、山田邦子さんは、まあ、新一家さんがひょうきん族で戦友って言ってた人ですね。だから、まあ、この方の分析だと2.5世代がトンネルズ。で大、第3世代がダウンタウンちゃんなんちゃんですね。うん。まあ、確かにね、トンネルズはね、まあ、あの、ちょっと上なんですよね。ダウンタウンちゃんなんちゃんと。 ここら辺はもう見解が分かれますよね。うん。っていう感じで、まあ、あの、一体お笑い第何世代って言い方って何なのっていうことなんですけども、基本は定義がないってことですね。答えはないんですね。その、あの決まってるわけじゃないんで。ただ、やはり第3世代あたりから生まれた言葉だっていう感じですね。まあ、いわゆるトンネルズ、ダウンタウン、うっちゃん、なんちゃ。 っていうところを軸に21って言ってく調べるとそうなんじゃないかなっていう。でまあ第3の下があれですね99とか爆笑問題とかクリームシチューとかそういった今田耕司東野耕司っていうような感じでしょうね。そういう一時順番です。はい、ということでね今日はねこの第何世代に関してすごくまとまった。 すごいいコメント来ててたたんでこれにつししました何かねコメントありましたらまたくださいあの「私はこう思う」とか「いやそれ違うぞ」とかまあそういう少々見解が異なりますからはい,はいじゃあありがとうございます。